やあ、刹那圭介だよ。まさか第8章があるとは思いませんでした。本当に、によって言って。しまらんな。もう変なとこが感じあったよ。本当の最終回を教えてあげる。こっからはもう完全初見だからな。何が待ち受けていることやら、わからんよ。目覚めてすぐに、違和感に気がついた。あれ？ローとカレンちゃんは？自分という存在に妙な重みを感じる。あれ？ローが着とった服じゃない？この下のシャツ。体の感覚が、なんて読むんこれ。京介の体という感じがしない。これまでは、自分が合うのかないのか、万全としない。読む感じが多いな。そんな曖昧さの中で生きてきたのに、今ははっきりと自己を認識できる。どこだよ、ここは。ローかよ。え？ローの方がむしろ本体だったとか言うんじゃないでしょうね。ちょっと。周囲を見渡してみる。ここはどうやら建設途中ビルのようだ。屋上で頭上には灰色の空が広がっている。え？これもしかしてあれか、過去の話。ローがこの世界に来た時の話。そのフローには少しだけガラスが貼られていた。ふとそのガラスに映った自分の姿を見て息を呑んだ。なんだこれ。え？うん、ローやな。誰だ？え？もちろん答えなんて返ってこない。当然だ。ガラスが映し出せるのは俺自身の姿なんだから。つまりこれが俺のローの姿なのか。わ、ローの体に京介君が入っとるような感じなんか、これ。俺は京介から分離したもう一人の人格言っちゃってる。人格言っちゃってる。あくまで人格でしかない俺が肉体を持つなんてありえないけど、今は明らかに京介とは違う体をまとっている。あいつから生み出された人格が別の人間としてここにいる。面白いじゃねえか。どうして自分がここにいるのか気になるが。調べりゃそのうちわかるだろう。わかるか。しかし一方でわかることもある。俺は完全に京介から分離したということ。マジか。ガンダム00のアレルヤとハレルヤみたいな感じになってる。そして近くに京介がいるという気配も、あるいは直感か。なんであれ。俺はそれに従ってさらに別のフロアへ移動した。すると本当に京介を見つけた。ビンゴ。あまりに予想通りで笑いそうになった。俺はそれをこらえて声をかけた。これが一周目な。一周目にあった、一周目のボードのあれな。なんてさまだよ。誰？どうやら俺を俺だと認識すらしていないらしい。当たり前か。現実世界でも京介は俺の存在を認識していなかったんだからな。だからこそずっとこいつの内側にこもってばかりだった俺は堂々と名乗った。俺はロー。あ、こもるって漢字で書いてローなん。アホーだったんじゃ。ローってそういう漢字書くんじゃ。だからローだったんじゃ。皮肉を込めて刻みつけてやった。お前のお友達だよ。覚えてないのか。覚えとるわけないだろお前。てかさ、この時点じゃローもほとんど情報が分かってないうちにあんな喋り方しよったんじゃ。そりゃさあやな。そりゃさあだな。おー、なんかちょっと
かがんだらスカートの中見えそうな立ち位置にゆうちゃんおるな。その後一通り京介をからかい、やつの後をこっそりとつけた。二階堂がいた。二階堂の姿を視界に捉えただけで頭痛がした。なぜ生きている、自殺したはずだろう。殺せ。自分の体から反射的に殺意が湧いてきた。なるほど、そういうことか。ようやく俺は自分の存在意義に合点がいった。俺は、ローは確かに京介の一人格だ。それが分離し、こうして肉体を得たとき、俺は京介の抱えていた憎悪をすべて絞り取っていたらしい。京介の負の感情が独立して、体を与えられた存在ってところか。その純粋な殺意が俺を動かそうとしているのがわかる。黒の世界が用意した純粋な殺意だけを集められた京介、それがローか。今すぐにでも二階堂と対面し、死に追いやってやりたいと。しかしそれをしなかったのはどういうきっかけか。みんなが集まった。しばらく観察していると、桜井京介、二階堂可憐、桃の優、東北ゆりや、神浅井、室積愛、影山哲、町工事壮太、ちょうど関係者全員が集まった。そして、私は死んだ。犯人は誰？お前か。リン。もうリンちゃんだって分かっとんじゃん、この時点で。私というのはリンだ。リンは死んだ。犯人は二階堂可憐。リンの魂がみんなをここに閉じ込めたのだろう。あれで終わりじゃないか。二階堂が自殺してこれで終わりなのだと思った。でもそうではない。死んだはずの二階堂はここでは生きている。彼女が生きている限り俺の復讐は終わらない。純粋な殺意が動き出しているのか。俺はまだやらなきゃいけないことがある。そうしないとリンが救われない。胸に開いた穴を塞がないといけない。リン、見ててくれよな。もう一度二階堂に死んでもらおう。そう決めたら急ぐのみだ。しかし違和感が俺を襲った。なんだ、本当に殺すだけでいいのだろうか。彼女の死で全てが終わるのか。そうじゃないからこそこの世界に閉じ込められているのではないか。そうすごいな。そんな感じで考える、普通。なんかそういうミステリー系の小説読みすぎないの。殺すだけでは不十分。もしそうなら俺は何をするべきなんだろう。俺が何をするにしてもまずはもっと詳しい情報が必要だった。こういう時は東北だと相場が決まっている。あいつならすでに見当がついていそうなものだからな。翌日、どうやらみんなはこの世界から抜き出す方法を探るために調査をすることにしたらしい。機会を伺ったが、東北のみに接触するチャンスはなかった。ずっとぴったり京介くんとついてましたからね。もうなんかお似合いの夫婦っぽい感じやもんな、これ。なんかさ、子供を手に抱えてるような奥さんみたいな感じになってるもんな。仕方がない。ホテルに侵入しよう。このまま見ていても、ただいたずらに時が過ぎるだけだ。その日の夜、ホテルを訪ねた。ほんまにホテルだじゃん。遠目から見るに、この世界の調査に一番熱を上げていたのは東国だ。俺が持つ記憶を交渉材料にすれば、いろいろと教えてもらえるのではないかと
踏んでいた。ああ、そういや、やったな。2週目の、2週目のさ、第2章か。ユリアちゃん、言おったもんな。ローとなんかいろいろ話してたみたい、みたいなこと。東国が興味深そうに俺を見た。京介が俺の存在についてみんなに情報共有しているのだろう。あっさりと名前を当てられてしまった。そうだ、悪いけど君のことを覚えていない。どうやら僕たちは記憶を失っているみたいな。こんな感じだったんやな。みたいだな。聞いてたから知ってる。一体どこから。スクランブル交差点は見晴らしがいいから近くにいたらバレてると思うけど。ちょっと訳ありでな。そう、それでロー君は一体何のようなの。この世界について教えてほしい。君がみんなの前で姿を現さずこうして僕にだけ接触してくるということは何か事情があるんだね。桜井君に攻撃的に対応したからじゃない。君は何かを知っている。うん、鋭いな。遠くに見つかされて一筋縄ではいけないことを思い知る。分かった。情報交換だ。この世界について考えていることを教えてくれ。俺はお前ら8人がなくしている記憶について教える。ただし俺が話すことを他の奴らに話すのは禁止だ。やっぱり君は記憶を失っていないんだね。うん、いいよ、教えてほしい。他のメンバーには決して話さないから。東国がにやりと笑って交渉が成立した。こういう感じでローがこの情報、ここの世界の情報を、なるほど、得たわけだ。そういうことか。だからこそこれの次からはちゃんとローもちゃんと情報を知った上で行動できたわけだ。どうした。この世界について大体わかった。東国はノートを開いて話し始めた。あのノートやな、ユリノート。久しぶりに出てきたユリノート。東国からこの世界の仕組みを聞き出すことができた。この世界は強い願いを現実にするためにできた心の世界。やはり俺の予想は当たっていた。この世界はリンが強く願い犯人である二階堂への復讐を果たすための世界。二階堂が死んだ時点で世界は終わるのだろう。東国から有力な情報を手に入れ拠点に戻ろうとする道中、鉢合わせしてしまった。誰だ、あの悪魔に。カレンちゃん。二階堂。怒りで声が震える。憎しみを込めて奴を睨んだ。あなたは誰。あ、こじゃこういう反応になるんか。水臭いな。俺を忘れちまったのか。いつもいつも屋上でお前のおもりをしてやってただろう。屋上でいじめを受けていたお前のこと俺はずっと眺めていたんだけどな。桜井君じゃない。まさか。まさかになるんじゃ。それの反応でまさかになるんじゃ。桜井くんの中のもう一人ロー。もう一人とまで言っちゃったよ。そこまでわかる。カレンちゃん、こう今の状況でピンポーン。まあ、忘れるはずがねえよな。なんでカレンちゃん桜井くんの二重人格の事情知ってんのって話になるけど。なんであなたがそんな姿で存在しているの。お前に復讐するために決まってんだろ。この世界はあなたが作ったというの。何を言ってるんだこいつ。リンがお前復讐するために作ったに決まってるだろ。そう怒鳴ってやろうとは思ったが心を落ち着け直す。さあどうだろうな。この世界について教えて。なんでお前にそんなことを教えてやらないといけない。言えないというやっぱりあなたもこの世界について何も知らないの。こいつ俺を試してやがる。そんな安い挑発には乗らねえよ。
そんなことより京介くんと久しぶりにお話できた感想はどうだ。何も覚えてない京介を騙して何も知らないふりをして行う会話はどうだったよ。哀れな京介を眺めていて楽しかったか。ローは煽ります。もう殺意があるからね。たんまりかよ。お前に騙されてるあのヘタレが哀れだ。だから先に京介にはお前の真実を教えてやる。そうして怒り狂う京介の目の前で俺がお前を殺す。やめて。はあ？お前自殺しておいてこの世界では死にたくないってか。違う。じゃあ何なんだ。桜井君にあなたの正体を教えるなと言っているの。そっちか。そうか、京介君が思い出したら自分は人手なしだって思ってしまうところがあるんかもしれない。は？あなたの存在を知らせるのはまだ早い。あなたは劇薬のようなもの。変化を起こしすぎる。何を俺に指図してんだ。それに意味わからねえこと言ってるんじゃねえ。私のことは別に今この場で殺してもいいわ。桜井君にはあなたのことは言わないで。自責の念に駆られてしまう京介君自身も、うん、ここでこいつのことを殺すのは簡単だ。だが甘いの手厚さに違和感を抱いた。こんなに簡単なことのためにリンはこんな大規模な異空間を作り上げたのか。今日はもう帰る。次に見かけた時は容赦しねえからな。一つ確認させて。あなた神谷くんに何か吹き込んだ。まだ神谷くん、神谷とは話してないんじゃないかな。二階堂の意図を考えてみるが何も思い当たらない。何を勘違いしている。あ、様子が違うけんか。けどそれは神谷があの過去にこの世界に閉じ込められた経験があるけんこういう対応しとるのであって、ローは関係なかったって話じゃ。はあ、何言ってんだ。神谷君はこの世界について何か知っている様子なのは気づいている。あなたが情報を流したのでしょう。神谷が何か知っている。そんなことは初耳だった。確かにクロノ世界で性格は少し違うが、そこまで大きな違和感はなかった。これはうまい情報だ。口角を上げそうになるのを我慢しながら答える。だったらなんだ。まさか結託でもしようとしてるの。何をしようとしているかはわからないけど、あなたたちの思う通りにはさせないわ。神谷はクロノス世界について知っている。確かに神谷は優秀だ。しかし、こんなわけのわからない世界を解明できるとは思えない。学術的な頭脳という面では、遠くには及ばない。一体何が起きている？また遠くと話をする必要があるな。だが、遠くに話を聞くことはできなかった。消えてしまっとったんじゃ、その時点でね。消えるシーンは2週目の第2章の終盤にあったもんな。あれやな。夜、東国が自宅マンションに入って行ったのを見た。隠れて眺めていたが、明らかに様子が変だった。東国の後を追ってマンションに向かう。どの部屋が東国の家なのかは分かっていた。そうよ、このシーンだったな。このシーン、ローが見よったんやな。音を出さないように部屋の中に入ってみると、東国ユリアの全身が白く鏡のようにきらめいていた。そんな感じだった。鏡みたいになって表現なんだな、これ。思い出した。二階堂くん、ごめんね。あー、ここでローが消える瞬間を初めて見るんじゃ。
なんだ。道具がいた金庫の前に行くと一冊のノートが落ちていた。ノートを拾い上げて中を見る。この世界のメモか。クロノ世界線についてまとめてあった。とあるページが目に留まる。これは犯人の考察については口述する。次のページからこの世界が閉じ込められた一人一人の分析が書かれていた。そこには俺についての記述もあった。俺が話していないことまで道獄はあっさりカンパしたらしい。あいつに隠すことはできない。すごいな、やっぱユリアちゃんは。恐ろしいな、ユリアちゃんは。まさにローがこのままさ残しとっておかんような相手だったんやな。まあ約束は破ってねえな。話すなとは言ったが記すなとは言っていない。道具が自分のノートに何を書こうが自由だ。それはともかく誰かにこのノートを見られたらまずい。ノートを回収しようとも思ったが。待てよ。ん？これは使えるかもしれない。あ、そうか、ノート隠しとったもんな、金庫の隣に。あえてある程度の情報を渡してことを進めてもらう。うまく使えば奴らの行動を誘導できるかもしれない。俺の情報が書かれているページだけを破ってノートはその場に放置した。ああ、だからちょっと破かれとった状態で見つかったんやな。道具が消えた今、この世界について聞ける人物はいない。な、もういいか。この世界がどうであったとしても俺は二階堂を殺すだけだ。道具がいなくなった今、自分の力だけで考えなくてはいけない。私は死んだ。犯人は誰？犯人は二階堂。表面上はそれでうまく組み合わさっているように思う。しかしまだ不確定要素も多く、彼女が犯人だと断ずるには早い。二階堂が犯人だとみんなの前で暴露したところで納得するやつは誰一人いないだろう。いや、いいんだ、俺には関係ない。ポケットにしまってあるナイフの柄を握り込む。他の奴らがどう思うが関係ない。俺はただ、リンのために殺すだけだ。そうしないと、俺の心の穴は埋まらない。内から延々と溢れ出てくる。この感情を抑え込むためには、そうするしかない。もはや殺意の塊でしかなかったローである。今すぐ二階堂を殺す。あいつを殺せばそれで終わるんだ。その時強烈な違和感を覚えた。なんだよ今度は。おかしい。そもそも二階堂は現実で自殺している。復讐はもう終わったんじゃないのか。そうか、二階堂がただ死ぬだけじゃダメなんだ。二階堂はあいつに殺されなければならない。そうすることでしかこの復讐は終わらない。なんでそう思うんだよ。なんでそう結論付けれるんだ。お前どういう考察があった、お前の中で。だからみんなが言うのか、記憶を失っているのも。真実をきちんと知る機会を改めて作っているのか。時間をかけて何があったのかを、真実を身に染み込ませていく。誰もが拒否はできない。みんな、京介も最終的には事実を受け入れるしかない。京介が全てを知った上で二階堂を殺す。真実を受け入れないでおると、この世界が消えずにおって最後まで死ぬまでおることになると。それこそが完璧な復讐だ。